本日は舞台挨拶にお越しいただきまして本当にありがとうございます。上映前ということで、これからビリーバーズを見ていただけるということなんですけれども、少しの時間ですが、僕たちいろいろ何かお話できたらなと思うので、少しの間ですが楽しんでいってください。よろしくお願いします。はじめまして、北村由衣と申します。本当に今日という日を迎えることができて本当に嬉しいです。少しの時間ではありますが、ちょっと楽しくお話ししていきたいと思うので、ぜひ楽しんでいってください。お願いします。皆さんこんにちは、宇野と言います。本日はお忙しい中ご来場いただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、監督の上條です。今日という日を迎えられて、ちょっと安心しております。今日はよろしくお願いします。磯村さん、ついに初主演映画がこうやって公開いたしましたけれども、改めてここから見る景色ですとか、どんなお気持ちなのか教えてください。はい、そうですね、ちょうど1年前に、本当に1年前ですね、ちょうどこの、7月に、撮影をしていて、それがねこうやって、形になって今、ようやく公開できるということで、非常に僕自身も嬉しいですし、何よりもね上條監督と出会い、そして、宇野さん、北村さんであったり他のね、スタッフキャストとともに、この映画に携われたこと、そしてここまでね上映まで運んでってくださった配給のね皆さん、宣伝部の皆さんにも本当に感謝をしているので、皆の協力があってここまでようやくたどり着くことができたのかなと思っています。なんで、あとはね映画はお客さんがいてようやくパズルが揃うと思うので、もうすべて皆さんに委ねたいなと思います。はい、とても嬉しく思っています。はい、いや本当に初主演作品で、いろんな意味でこう挑戦の部分もあったと思うんですけれども、この作品はご自分にとってどんな作品になりましたか？そうですね、初主演映画がビリーバーズで、まずは良かったなっていうところはもう確実にありますね。大切な作品になりましたし、なんていうんですかね、こういった、過激なというか挑戦的な作品で主演を飾れるっていうのは、普遍的なものよりかは僕はそっちを好んでしまうので、ビリーバーズで良かったし、今後の俳優人生においてまたいろいろ原点に戻るときにビリーバーズの現場を思い出したりとか、宇野さんの顔を思い出したりして、また頑張ろうって思うのかなと思います。はい、それ邪魔してない？思い出した大丈夫です。はい、はい、おめでとうございます。もう実は映画を見てる方結構いらっしゃるんですよ。昨日も見たとかね、いう形で手を挙げてください。見た人たちもうすでにほらこんなに。そうなんです、昨日も初日でございましたから、何度もこうやって足を運んでいただいてるんですけど、北村さんの演技も非常にこういろんなところで評判になってまして、いかがでした今回この作品に関わって？そうですね、いや本当に宝物のような経験になりましたし、今後の役者人生歩む上での本当糧になる現場だったなって思います。本当にお二人に助けられた現場でしたし、副議長という役も、自分で作っていく部分はあるんですけど、現場に入ってのお二人がオペレーターと議長だったので、もう確実にそこで引き出していただいたものが本当に多かったので、いろんな衣装とかこの家と、背景とかがあって、本当に助けられた日々だったなと思って、今でもすごく鮮明に覚えてます。ですか、特に印象に残ってることって何ですか？そうですね、もう毎日が本当思い出深かったんですけども、そうですね、いっぱいあるんですけど、何ですかね。いや、いっぱいあって、いっぱいあるもんね。でも天候にすごく恵まれたなっていう撮影だったなって思ってます。雨がたくさん降ったんですけど、それが結果的に映画にすごく作用してる、天候になったとは思ってたので、はい、そうですかね。本当にね、皆さんすごく素敵なチームだなっていうふうにこうやってお話してると思ったんですけど、宇野さんにとって今回のこの現場はいかがでした？皆さんと共演してみて。いや本当に去年一番嬉しいことで、本当に上條さんのファンですし、しかも山本さんのビリーバーズを映画化するということで、しかも、磯村君の初主演になって、で北村さんとも出会えて、本当にとてもいい時間でした。ありがとうございます。
いやそれでも宇野さんね、いろんな役やってますけど、今回も相当なキャラクターでございましたけれども、何かご自分の中でちょっと役作りでこうやってみようかなみたいなところってあったんですか？いやもう原作と脚本が本当に素晴らしいもんだったんで、あとは本当あの現場に行って見えるというか、現場に行かないとわからないことが多くて、そこに磯村君がいて、北村さんがいて、でスタッフの皆さんがいて、でみんなにヒントもらいながら、まあ、監督に演出してもらったという、はい、ところです、はい、磯村さんにとっても、でもこの2人だからこそ成し得たことも結構あったんじゃないですか？まあもうこの宇野さんと北村さんがいなければ成立しなかったですね。やっぱお二人が議長と副議長を演じてくださったので、まあ、オペレーターとして現場で演じる時もすごい楽でしたし、本当にこうなんかやっぱね、相性っていろいろあったりすると思うんですけど、こんなにもこの3人の相性がいいっていうのもなかなか揃うこともないと思うので、非常に何だろうな、家族のような感覚でいますね、すごい、うん、ですよね、はい。まあ、ジョジョ監督も今回のこの3人の、ね、姿をこうカメラ越しに見ていてどう感じられたのかってことと、磯村さんのやっぱり役者としてはどういうふうに感じられましたか？もう本当だ、磯村さんが実は かなりムードメーカーだなと思いましたね。まあ、宇野さんはまあ分かりやすくそうだったんですけどまあでも実は陰で磯村さんがだいぶ現場の空気を作ってるなっていう感じはすごくしましたね。で画面の中ではもちろんですけど、だんだん一緒に、ね、島で生活している、まあ、僕らスタッフもなんかそんな錯覚に陥ってくるんで、なんかだんだん本当にあそこの住民になって気持ちからなっていくっていうのは僕もそういう感覚を味わいましたね。うんうんうん、磯村さんは何か意識してたことありますか？撮影現場に入っててこういうところが大切にしようと思ったことってありますか？なんですかね、まあ、でもやっぱなかなかそういう原作に、ね、近いその島での撮影っていうのはなかなかないので、そういったその環境をものすごくちゃんと取り入れながら、お芝居していきたいなとも思いましたし、まあ、何よりも3人ほぼ3人のお芝居になるので、この3人がやっぱしっかりとこうなんだろうな、いい縁を作っていないと多分成立しないんだろうなっていう会話劇が結構多いので、まあ、はちゃめちゃではあるんですけれども、言ってることとか含めて、なんかそこはすごくなんか3人にとって一番いい、なんかこう気持ちのいいところに、なんかうまい、こうなんだろうな、こう持っていくっていうわけじゃないですけど、なんかそこに3人で行けたらいいなっていうのは意識はしてましたけどね。聞いてると、ね、北村さんや宇野さんも、ね、磯村さんがすごい優しかった、心遣いあったって言ってましたけど、磯村さんの優しさポイントってどんなところだと思いましたか、お二人？さっきもおっしゃってたんですけど、この気遣いを気遣いと思わせない、なんて言うんだろうな、こっちに気を使わせない気遣いが本当に上手っていうか、無意識のところでやってる部分なので、そこは本当に磯村さんの人間性が現場で現れてたのかなっていうのが思ってました。まあ、結構大変なシーンが多かったんですけど、たくさんケアしていただいて支えてもらったなって思ってます。そうですよね。宇野さんはどうですか？なんかあんまり褒められてばっかりであれなんですけど、でもやっぱ本人が魅力的なんだと思いますし、その本当に北村さんがおっしゃってたように、その今こう気遣い、まあ、終わってから気遣いだったなとは感じるんですけど、その時はもう全然そんな風に思わなくて、なんて言うんですかね、あれ僕コーヒーを飲みたいなって思った時にコーヒー買ってきてくれたらなんでなんだろう。いやあれはやっぱ宇野さんの顔に書いてあったんですよ、コーヒーって。あ、じゃあ多分宇野さんもそろそろコーヒー飲みたいタイミングなんだろうなと思って、ちょっとコーヒーを差し入れ、すごいなと思ったんですよね。まあそれなんで、やっぱ、まあ、僕らはほら兄弟だから、なんかそういう感覚が分かると思うんですけど。ああ、そうか、そういうことか。そうです、そうです。こうやっていつもイチャイチャしてるんですけど、本当にでもありがとう。いやいや、いや本当にね、以心伝心状態だったってことですね。そうですね。なんで磯村君ばっかりそうやってこうね、俺全然何もその
ごめん。あ、もっと褒められたいということですか。いや違う、気遣いできなくてごめん。あ、そういうことか。全然全然そんなことなかったよね。でも全然本当に、うん、なんならたくさん褒めます今から、うん、いくらでも、うん、このデコボコ感がねまた素敵なんですけど、ちょっと皆さんにですね共通質問してみたいと思います。映画の中でほら夢日記が出てきます。夢日記をつけるっていうシーンがあるんです。ここでですねちょっと聞いてみようと思うんですけど、最近の夢で覚えていることまたは印象に残っている、こんな夢ちょっと忘れられないんだよねっていう夢を教えてもらいたいんですけれども、どなたからいきましょうか。じゃあ北村さんからいきますか。私ですね。そうですね、私多分どこでも寝れちゃうので睡眠に困ったことなくてあんまり夢見ないんですけど、最近すごく現場に遅れる夢ばっか見るんですよ。だからいつかこれが現実になるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてます。なるほど。もうどうやって言い訳考えようかみたいなことまで夢で見てるんで、本当怖いなって思って。俺はないですね。 あります宇野さん。僕もないですね。これあの心理学的にはどうなんですか。やっぱそれはやっぱりあのあわあわしちゃってるね、自分の不安が現れてるってことです。不安が現れてるらしい。それだけ二人は不安がないってことかもしれないですよね。あ、でもあのいやこんなこと言って、トイレに行きたくて起きるときありますよ。トイレの夢を見てトイレの夢を見てあこれやばいと思って起きるってやつですか。そうそうそう。あ、それは俺もあります。ああ、よかったよかった。監督もあります。監督も、うん、ある無理やりでしたね今ね。あ、それはでも分かるかもしれない。つながってるんですよねきっとね、どうかね。脳とね、体がきっとね。そういう感じってことですかね北村さんも。え、何ですか。あ、ごめん、もう聞いてあの聞いてないんだったらもういい。今考えてました、つながってるんだなってこと。なるほどね。だけどね、やっぱり遅刻したらどうしようとか思いますもんね。うん、思いますもんね。怖いです。じゃあ宇野さんどうですか、なんか覚えてる夢。いや、今のトイレの以外ですか。そうですよね、多分 トイレ以外それが、うん、それが一番見る一番見る、うん、じゃあめちゃめちゃ夜中トイレ行ってるってことですか。そう、もう、うん、まあ、いや、い、うん、おじいちゃんだ。もうおじいちゃんだって言ってましたよ。聞きました、おじいちゃんだって言ってましたよ。まあ、言ってない。まあ、20歳離れてるよね。ごめんなさい、いや、すみません、すみません。お兄さんです、ね、お兄さんね。怖い夢とかは見ないんですか。夢はあんまり見ないですかね。すみません、あんまり見ないですかね。へえ。あ、もう見ないですよね、怖い夢。俺もあんまり見ないな。磯村さんはじゃあ。僕はそうだな。予知夢って言ったらあれ、なんかあのちょっと科学的に証明されてないんでうまくね言えないですけど、予知夢結構見るんですよね。それもなんかそういう世紀末を予知夢とかじゃなくて、現場の未来を見てるんですよ。これがだから正夢とか の, そのあれが分かんないんですけど、このビリーバーズも3人が 足はこう合わせているか、テーブルにいる、とにかく3人が一緒にいるっていうのをだいぶ前に見てたんですね僕。でもそれはなんとなくぼやーっとしたもんなんですけど、なんかそういうのが結構僕多いんですよね。だからこの前やったドラマものワンシーンも僕正夢で見てて、正夢というか予知夢で見てて、それがこうなんかやっぱつながってってるっていうのがあると、だから今見てる予知夢とかたまにあるんですけど、これ本当になんのかなって最近思い始めてきました。それまではなんか適当に流してたんですけど、なんか最近それが続くので、ちょっと今その誰か共演者とかとなんかどっかの現場で撮影してるのはちゃんとメモにしとこうと思って撮っといてますけどね。それ面白いですよね、うん、現実化したらチェックしてってどれぐらい当たってるかも ね。めちゃくちゃ怖いですけどね。まあね、聞いてるだけでちょっと怖い。怖いですよね。そうですよね。俺も話しててめちゃくちゃ怖くなりました。みんな予知夢見たことないんですか。あるんですか。その予知夢って世間的にあるやつですかね。あんま見たことない。予知夢ってありますか、監督とか。いや、まさ夢みたいなとか、うん、現実にねかなり近い夢は よく見るけど、だからあのまあまあ起きちゃいそうなことを見ることはあるけどね、予知夢っていうのはないですかね。じゃあちょっとね今度また磯村さんからね、
あ、遅刻しちゃう。本当に遅刻しちゃったら幼稚園かっていうと、まあそれ微妙じゃん。微妙です、確かに。確かにね、それはそうですよね。正しい。それはある、それはある。ね、はい、わかりました。ありがとうございます。さあ、もう一問行ってみたいと思いますよ。映画の中で3人は食欲や性欲など、あらゆる欲を捨て去る、まあ、孤島のプログラムを実施中なんですね。そこで、自分はこの欲だけは捨てられないというものはありますでしょうか。みんなで見つめ合いますね。誰から行くっていうことで、磯村さん行きますか。いや、俺から行っちゃうんですかね。そうですか。いや、まあこれ作品的にはこう性欲って言ったら多分面白いんだなと思うんですけど、まあ、これ言っちゃダメってね、さっき言われたんですよ。そう、さっき言っちゃダメって言われたから、そんな話をしたらね、宣伝部さんが絶対言っちゃいけませんって ものすごい怒られたんですよね。性欲は絶対言っちゃいけませんから、だからちょっとやめますけども、そういうことじゃないと、そこで売るんじゃないと、トピックスを作るなということで、ね、これ言ったらまたそうなっちゃうんですよね。そうなっちゃうから。そうなんですか、僕はでもまあ購買欲じゃないですかね。やっぱこうストレスとか溜まったりすると、なんかこう物を買ってしまったりとか、なんかどっか旅行とか出かけた時にお土産ショップですごい買っちゃうんですよね、いろいろ。その購買欲はちょっと止められないかもしれないですね。特に何か買うものってあるんですか。洋服買っちゃうとかあるじゃないですか、いろいろ。洋服はもう絶対買っちゃいますね。こう好きなお店屋さんに行くと、もう絶対なんか欲しかったものにある程度最初から決めるんですけど、それ以上に買っちゃうし、なんかスーパーに行っても今日の夕飯これぐらいにしようと思ったけどプラスで買っちゃうしみたいなのは結構ありますね、うん、なんですね、はい、じゃあ購買欲の人って他にいます？分かりない。僕も違うんじゃないかもしれない。 僕もそうかもしれない。 買っちゃいます、買っちゃいますか。何買っちゃうんですか。まあ、DVD、 あ、まあ、そういうのさ、そうだね、言ってましたもんね、映画ね。今何本ぐらいあるんですか。いや、もうちょっと数えたことないですけど、同じのが2個あったりします、忘れちゃって買っちゃった。おじいちゃんじゃないですか。おじいちゃんって言ってました今。言ってました今、おじいちゃんって言ってないです。分かりますよ、分かりますよ。2本買っちゃうとかね、気づいたらあるんですもんね。そういうことです。監督もそうだと思います、まあきっとね、僕の方がおじいちゃんですからね。なんかあんまもう欲がね、やっぱおじいちゃんになるとどんどんなくなってくるんですよ。本当に食欲も性欲も、まあね、睡眠欲っていうのはあるけど、まあ、あれはあんま欲じゃねえかなっていう気がするんで、うん、だからなんかこう欲にまみれた人ってのはある種羨ましいなって、なんかそういうね、自分の楽しみがいっぱいあるってことだからいいなと思います。うん、確かにね。じゃあ無欲になってきたってことですね。そうですね、はい、かっこよく言うと。そうですか。じゃあちょっとね、若い北村さんはどうなんですか。私は欲望の塊なんですけど。羨ましい、羨ましい。いや、でもやっぱ一番は食欲ですかね。もうラーメンも大好きですし、餃子も大好きなんですけど、結構食のブームがあって、最近はパッタイっていうタイ料理のなんか焼きそばみたいなのが大好きで、それを食べたい欲が止まらなくて2日に1回ぐらい食べてますね。よく我慢し撮影中よく我慢した。いや、そうなんですよ、よく我慢できたなって今でも思ってるんですけど、撮影終わって一番最初に食べたものが餃子とビールだったんで、そのぐらい餃子は好きですね。わ、餃子とビールか。はい、やりました。おじさんだね。おじさんなんですよね、ネワおじさんって。ネワおじさん、ネワおじさん、そんなことね、ネワおじさんですね。勝ち誇った顔、宇野さんの勝ち誇った顔すごかった今。東京帰ったりした時、そのよく帰ってないか、ごめん、何言ってんだ俺。ごめんなさい。ごめんなさい。いや、磯村くんが仕事で帰った時とか、その欲によく負けなかったなと思って。あ、僕は大丈夫でしたね。ああ、確かに、うん、そうそうそう、帰ってね、一回ちょっと東京帰ることあったんですけど、うん、撮影期間中、うん、でも別にそれで何かラーメン食べようとか焼肉食べようってなんなかったですね。やっぱみんなが待ってるってことを考えると、何ですか。いやいや、宇野さんはあれですか、すぐじゃあバーって食べたんですか。僕はいたんですよ、帰ってないですけど、あ、帰ってから食べましたね。何食べたんですか。俺何食べたんだろう、もう覚えてないよ。なんか肉まん食べたって言ってましたよ。あ、それを2人に自慢して。そうだそうだ、先に宇野さんがクランクアップしてて、私たちが撮ってる時に肉まん食べちゃったって言ってました。そうだ、言ってたわ。我慢してんのにまだつって、うん、そんな話した覚えはありますね。すいません、いやいや、おじちゃんトークになっちゃったと思います。ということで、どうもありがとうございました。あっという間に時間が近づいてきまして、は
い、では最後にですね、今日ここの会場に来てくださった方、そしてこれから映画を楽しみにされている方に向けてのメッセージをお願いしたいと思います。まずは磯村勇斗さんからお願いします。はい、本日はね、短い間でしたけれども、いろんなお話にお付き合いしていただきまして本当にありがとうございます。映画ビリーバーズ、昨日から公開して、今日ねこれから、まあ、もうすでに見てくださっている方もいらっしゃると思うんですが、初めての方も、いると思います。本当にこの作品、監督はじめ皆さんと一緒に、愛を込めて、作った映画でございます。それをね、たくさんの人に見ていただけることをとても僕らも楽しみにしていますし、ぜひこの映画をね、一人でも多くの方に届けたいので、その何でしょう、お力を貸していただけたらなと思っています。本日は本当にありがとうございました。今日はまずお越しいただきありがとうございました。こんな感じでスタッフさんとも楽しく撮影した日々でした。本当宝物のような1年、ちょうど1年前なんですけどだったなって思っていて、そんな映画がやっと公開されるっていうことですごく感慨深い気持ちになってます。何か思うことがありましたら、ぜひ皆さんこの映画見て、皆さんの力で後は広めていただけると本当に祈るばかりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当お忙しいところご来場いただきましてありがとうございます。本当何度か、昨日も見てもらった方々もありがとうございます。本当できるだけ自由に見てもらいたいなと思います。みんな見られる方それぞれにこう違うように見える映画じゃないかなと思うんで、自由に見てください。どうもありがとうございました。撮影は本当今日ちょうど1年ぐらい前にやったんですけど、プロジェクト自体は本当4年5年がかりの、あれでなかなかこう進まなかったのがようやく完成して、今日という日を迎えられたのは嬉しく思っております。ちょっとびっくりするシーンとかいろいろあるんで、まあ見終わって皆さんの感想がすごく楽しみです。今日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。